の動画はこちらになっております。プリティストア限定アイドルシリーズ第2弾、うちは全3種の方をご紹介したいと思います。ついにプリキュアのアイドルシリーズ第2弾が発売されましたね。そのうちのグッズであるうちわの方をご紹介したいと思います。今回のは第2弾でございます。どれも素敵なデザインになっておりますね。では一つずつ見ていきましょう。まずはこちらのアイドルチームから紹介していきましょう。チーム名は MVP だそうです。なぜ MVP なのかと言いますと、ここにいるメンバー全員がスポーツが得意なキャラクターになってるんですよね。 MVP のチーム内にいるキャラクターは三住渚、日向咲、夏希凛、日野茜、緑川奈緒の5人になっております。背景のデザインは青色になってますね。とても綺麗です。白色も若干混じっていますね。そして衣装に関しては艦隊服になりますね。いわゆるセイラーの服ですね。後ろはこのようになっております。渚、咲、凛、茜、奈緒、 MVP と大きい字で描かれております。星マークがたくさん描かれておりますね。そして船を操縦するハンドル部分もここにデザインされておりますね。続いてこちらのアイドルチームの方をご紹介しましょう。はるか望む未来、これはもう名前通りですよね。はい、チーム名は3人になります。春のはるか、梅原のぞみ、朝比奈未来の3人になります。背景のデザインに関してはピンク色がかなり目立ちますね。その周りにはお花があります。衣装に関してはとてもアイドルらしい服になっているのではないでしょうか。後ろはこのようになっておりますね。はるか、のぞみ、未来と大きい字で書かれております。そして左下にはるか望む未来と書いております。後ろの背景に関しては三角がデザインされておりますね。そして色味に関してはピンクと青と黄色が目立ちますね。続いてこちらのアイドルチームの方をご紹介しましょう。アイドルチーム名はおしゃレボリューションだそうです。なぜおしゃレボリューションなのかと言いますと、くるみえりか、白雪姫はファッションが得意なキャラクターになっております。そしてこの2人の感じがとても似てるんですよね。その部分も共通点としてアイドルチームになっていると思われますね。背景のデザインに関しては水色がとても目立つ背景になっております。衣装に関してはとてもアイドルらしい衣装になっておりますね。後ろはこのようになっております。でかい字でエリカ姫おしゃレボリューションと書かれております。以上でプリティストア限定アイドルシリーズ第2弾、うちは全3種の方をご紹介いたしました。今回もとても可愛らしいデザインになっておりますね。ちなみに前回の第1弾の方も動画でご紹介していますので、ぜひご興味があったらご覧ください。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。